イワミッドサウス女子王座は2005年1月15日に創設され2008年8月12日に廃止されたイワミッドサウスの認定による女子プロレスラーの王座である。その最終保持者となるに至ったデイジー・ヘイズ、その初代獲得者、アリエルことアナロシャ2005年の1月15日、米国マサチューセッツ州ニューイングランドチャンピオンシップレスリングという、 インディ団体のマットを舞台に、NWA ミッドウェストの女子王者でもあったマーセです。マルティネスと一戦を交え、これを下したアリエルがその初代の獲得者へ。それから、デイジー・ヘイズ・ミス・シェフ・ミッキー・ナックルズ、ヘイリー・ヘイト・レッド、ミッキー・ナックルズと、女子プロレスラーらの手を当たり歩いたものの、保持者変動なき2006年を超えて、 男子プロレスラーたるチャック・テイラーが第四代目保持者のミッキー・ナックルズを破ったことで2007年に史上唯一の男性獲得者の誕生に至る。やがて年内にこれを取り返したミッキー・ナックルズからデイジー・ヘイズがこれをダッシュし二度目の獲得者へ。それからおおよそ3ヶ月後に当たる2008年8月12日をもって消滅の時を迎えた。ありがとうございます。